はい、こんにちは、タケチャンネルです。今回はですね、こちら、アシェットの週刊トヨタ 2000GT を作る、こちらの95号が届きましたので、こちらの作業やっていこうと思います。はい、でまあ、今回もね、引き続きボディ周りの組み立てを一気に進めていくという形になりますんで、よろしければ最後までご覧ください。というわけでやっていきましょう。はい、それでは95号の作業やっていきましょう。95号は天井と側面の内張りの取り付けということで、履いてる部品はこんな感じ、天井の内装 とこれルームランプですね。ルームランプとあとネジ類いろいろ入ってるので、これらを組み付けしていきます。で、前回までで組んでるボディと、あと今までで付いてた部品いろいろ必要になってくるので、その辺を用意しておきます。はい、であともう一個ちょっと案内が入ってたんですけど、これですね、動画の中ではねちょろちょろ言ってたんですけど、延長号が決まったということで4分の1スケールの、エンジンですね、エンジン 3M 型のエンジンの、模型が、延長号で来ますということで、案内が入っております。まあ、しれっとねホームページの方はホームページのよくある質問のところの何号で完結しますかっていうところは、しれっと150号で完結って書いてたんですけど、それがやっと案内来たって感じですね。こんな感じになってます。まあ、セリカの時と一緒で、まあ、スケルトン仕様とスケルトンじゃない仕様と選択式で組み立てて、中のピストンとかね、その辺が全部稼働するっていう、仕様のエンジンになってます。はい、なのでね、もし必要ないっていう方は、早めに、キャンセルしとかない、延長しませんっていう、通知をしとかないと自動で延長になってしまいますんで、気をつけてください。はい、では早速今回の作業をやっていきましょう。でまずはよいしょ、このルームランプを取り付けていくので、これが止めたルームランプがここですね。この切り欠きの位置を合わせてここにセットしてあげたら、この上にこのルームランプの基板を取り付ける。こういうねちっちゃい LED がついてるので、 LED がついてる方が、下を向くようにしてここにセット。でこれねネジ止めとかじゃなくて差し込むだけなんですよね。差し込むだけなんで、ちょっと僕のやつは緩いです。緩いんで、これ後々作業するときにねポロポロ取れたりとかして鬱陶しそうなんで、軽くねここのピンのところに軽く瞬着をつけときます。これでね一応外れないようにしておきます。こういう形にしてあげたら、次にあれどこ行った、これが、このプラ製のパーツ、サンバイザーマウントって書いてあるんですけど、このプラ製のこのパーツをここにセット、ここにセットしてあげて、で裏側からネジ OP でこのサンバイザーマウントを固定。これサンバイザーを固定するのか、ルームミラーとかじゃないのかな。ここで固定と。まあ、この当時の車なんでね、予想外な構造になってるのは多々あるので瞬着つけてたのに外れた。よし、はい、ここをネジで固定してあげます。はい、そしたらちょっと一旦これを置いといて、次に、ボディを出してきます。でボディは、このリアハッチですね、リアハッチをここに通してあげて、リアハッチを通してこうねテープで固定しておきます。これ裏返すんで今から。
固定しといてあげたら、よいしょ、裏返してあげて、ここのね、ヒンジの位置を合わせてあげます。合わせてあげて、で今回入ってるネジ IM を使ってこのヒンジを固定していくと。このネジ IM がね、これテーパーになってるんで、これ締め込んでいってあげると基本的には自動的に正しい位置に、正しい位置というか決まった位置に固定されるようになります。なんでここねじって固定します。で、まあ多分大丈夫だと思うんですけど、できればこの時点で一回ちゃんとリアゲートが開閉ちゃんとできるかは確認しておいた方がいいと思います。はい、ね。こんな感じでちゃんと開閉ができるか確認しておいて、大丈夫だったらもう一回テープで固定。よいしょ。はい。で、また裏返してあげて、で、ここにさっきの屋根の内装を取り付けるんですけど、コードが、このヒンジの外側かな、ヒンジの外側に出るように、この辺ね、配線を挟まないように気をつけて取り回して、外側のここに見える、ここに配線が出るように位置を調整してあげると。で、この3箇所のネジ穴の位置を合わせて、ネジ IM、ネジ IM、あれですね、ネジ IM を使って、この屋根の内装を固定すると。で、さっきのヒンジの時は良かったんですけど、今回のこの屋根の内装に関しては、相手がプラスチック、この屋根の内装がプラスチックなんで、このテーパーのネジで締めすぎると簡単に割れてしまうので気をつけましょう。はい、これでね、天井の内装がつきました。天井の内装がついたんで、次にここに、サイドのね、パネルを取り付けていきます。はい、まず88号で組んだインナーパネル左を、ここにセット、ここにセットしてあげて、これはこの辺に浮いてていいのかな、こういう形でセット。ここがね、この B ピラーのところが天井の内装に刺さるようにしてあげたら、この状態でネジ DM で固定。ドライバー入るかな、これ。ここと、3箇所ですね。あとこの A ピラーの根元のところ、 A ピラーの根元のところも突起が出てるんで、それを差し込むようにしておきましょう。ちょっと僕の工具だとね、クリアランスがギリギリすぎてちょっと締めにくい。よいしょ、こうした方がいいですな。
んな感じでね、内装を固定してあげます。よいしょ。押したら次にここですね、この部分、内装のこの部分を位置を合わせてあげて、この JM で固定ですね。映ってないな。よいしょ。はい、ここを位置を合わせて、GM で固定してあげると。こういう形。で固定してあげたら、次に88号についてた、インナーパネル。これですね。これ、裏に L って書いてあるやつ。これを出してきて、これがどこ？こうかな。こうか。映らないぞ。ちょっと待ってよ。あれ？結構ちょっと待ってよ。この、これ特にね、書いてないんですけど、どうやらこのルームランプの配線、はここの基板に挿すみたいですね。説明書の文章では書いてないけど、絵ではしれっと挿してありますね。なんかね、この 2000GT の説明書、そのパターン多いんですよね。なんか特に何も書いてないのに、もうしれっと普通に取り付けてあるみたいなのが非常に多いので気をつけましょう。そしたらこれをここにセットして、で固定 JM2 本ですね。ちょっとそこの後ろにもね、もう一箇所ネジがあるので、ここを固定。よし、はい、こういう形で内装がつきます。でつけてあげたら、この前ついてたこのシール、この内張りのシールをここに貼ってあげます。これネジ止めしてからじゃないと、このシール、このネジ穴の上にシールを貼る形になるんで、ちゃんとねネジ止めしてから貼るようにしましょう。これなんか突起、なんかね、この内張りパネル、この突起があるんですけど、この突起の上に貼るみたいですね。突起を避けて貼るのかなと思ったんですけど、突起を避けて貼っちゃうとドアの開口の方まで食い込んでしまうので、こう合わせて、あ、しまった、ちょっと引っ張っちゃったから後ろはみ出ちゃった。見えるかな、ここね、こういう形で貼ってあげます。はい、そしたら、反対側もね同じことをやっていきます。よいしょ。ごめんなさいね、ほとんどちょっと作業のしやすさを考えると、ほとんど映像にカメラに映らない角度になってしまうんですよね。申し訳ないです。
よいしょ、はい、こんな感じ。こんな感じで両方とも内装が付け終わったら、これで今回の作業は終了になります。ちょっとこれがね余るんです。余るというか今回付けないんですけど、どこに付くんだろうね、これこの辺かな、はい、という感じで、今回の作業はこれで全て終了になります。はい、で、次の96号、次の96号では、リアバンパー、リアハッチ内張り、サンバイザーの取り付けっていうことで、あ、リアハッチ内張りつくんですね。って言ってもここだけか、つくのは。このガラスのこの辺もできればね、隠してほしかったんですけどね。このガラスの固定用のビスとかも、できれば隠してほしかったんだけど、ここはどうもつかないっぽい。はい。というわけで、また来週も、引き続き作業の方やっていきますので、まあ、あとちょっとラストスパートですね。あと午後になりますんで、最後まで気抜かずにやっていきますので、続きが見たいと思っていただける方は、下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録をよろしくお願いいたします。はい。というわけで、本日もご視聴いただきまして、ありがとうございました。